ビーズ TV をご覧の皆さん、こんにちは。オリックスバファローズの足立良一です。いや、もう必死だったんで正直わからなかったです。本当にわからなかったです。まあ、両親に送ろうかなとは思うんですけど、はい、いや、もう本当に、なんていうんですか、まあ、後藤さんが取ると思ったんですけど、まあ、一応カバーに行って、そのカバーに行った結果がもうああいう形になったんで、よかったです。そうですね、まあ、初めはめちゃめちゃ緊張したんですけど、まあ、途中から慣れてきて、最後いい結果ができたので、本当に良かったと思います。いや、自分では本当に絶好調って全然思ってないですよね。本当に、まあ、これが続けられたら、まだ長いんで続けられたらいいなと思います。1試合1試合頑張って勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。